それではテストの結果を発表します。カタリナさん100点、ビーラさん99点、コルワさん91点。以上、特に優秀な皆さんでした。続いてタイヤさん78点、ファラさん76点。以上、これでテストの返却を終了します。答案を受け取った人は解散です。じゃあ俺ら答案もらってないんすけど。俺もうーん、黙ってろよビチグソどもが。おいおい、なんか教頭おこじゃね。おこだわ、ザベってるわ。はい、それでは本日より長期休暇に入ります。皆さん、節度を守って楽しい休日を。ローアイン、エルセム、トモイ教官、大丈夫っすかね。ファラさん、浮かない顔ですわね。ビーラー副生徒会長、ローアインたちは大丈夫なんすか。どうしたファラ。さすがに0点を取ればこってりと絞られはするだろうが。教頭の雰囲気、いつもよりヤバめだったっす。なんか嫌な予感がするっす。何、心配はないさ。おそらく補習を受ければ彼らも解放されるだろう。どんなに試験の結果が悪くても今回の補習を受ければ落第は免れます。ビーラー副生徒会長、なんか補習の内容知ってるんすか。ええ、教頭先生と一緒に考えましたの。内容は少々きついですけれどね。落第とか嫌っすよ、みんな。で、教頭、俺らなんで残されてんの。俺この後バイト入ってるんすけど。結局俺らの点数いくつよ的な。その態度、よくできたもんだなお前ら。試験の採点も終わり、晴れて長期休暇か。教育とは難しいものだ。だが己の未熟さを知るいい機会でもある。これからも精進精進だな。ん？どいつもこいつもゼロ。教官が0点ってふざけてんのか。こりゃこの教室の中で一体何が。ちょ待てし、ザベ戦おこかよ。当たり前だタコスケが。こりゃうわ、マジおっかね。これマジべえ切れ方してっしょ。高志、俺ら頭悪いけど一応初見で挑んでんだけど、ちょひどくね。
口で言いやがるか。つっかすかの脳死を耳からほじくり出して黒板にぶちまけるぞ。これ失礼、イザベラ殿、彼らが何か。人教官、彼らの試験の答案ご覧になって。問いよ。白雲戦争における空の民の勝因について考察せよ。その答えが地元民にポコパンされて星の民のバイブスが下がったってふざけてんのかてめえら。いや、ターちゃんの解説要約すっと大体そんな感じ的な。つか長文書くのマジだりーし。それな、貴様ら。まあまあイザベラ殿、確かに記述問題は言葉の選び方が難しい。ここはそれがしと彼らで模範解答をじっくり考えるゆえ、矛をお納めくださらぬか。じゃあ補習やっとけや、抜け作ども。ちょ、人選、俺らかばってくれてんじゃん。いや助かったわ、おかげで落第免れたわ。いやマジ感謝的な。何よりそれがしもまだまだ新米ならば共に学べればと思ってな。それでは補習を始めるといたそうか。キュン。べーわ、ジンさん、大人の魅力あふれてるわ、マジ。でも本当はああいう真面目な人に限って本性はヤバかったりするにゃ。じゃあそこ詳しく。私が前くらいに好きだった人なんかやけに飲ませて食べさせて、私が気分悪くなったらありのままの君の姿が見たいんだって目光らせてちょっと引いたにゃ。真面目な人かと思ったけど上級者すぎたにゃ。ってことはジンさんもなんかあんの？よく考えてみりゃ何かと苦労買って出たりするし。それな、苦労っつうか苦痛的なやつ。ああ、そっちの趣味的な。ゼロゼロゼロ、どいつもこいつもゼロ。教官が0点ってふざけてんのかこれ。てめえらまとめて追試だれ。おいおいおい、なんかガチでえぐめの魔物出てきてんすけど。筆記でダメなら実技だ、ダボ。責任持って倒せよ。
失礼、イザベラ殿。これはいささかやりすぎかと。うん、じゃあてめえこいつらに100点取らせられんのか、新米が。それがしがどうにかいたぞ。それゆえこの魔物を一度あれしてはもらえないだろうか。何かと思えばおなじみ生徒のご機嫌取りかい。そりゃそうだろうね、生徒の評判良けりゃ学園に居残れるだろうさ。だが分かってんの、それってお前の授業がクソだって自分で認めてるのと同じなんだよ。クソが、クソ虫以下のチリアクタが。てめえでクズって認めちゃ世話ないぜ、このヘッポコ教官。べえ、人生抑えろっちゃ。ここでザベ戦に切れちまったらマジっぺえことになっちまう。ダボ、ゲス、脳なし、ご機嫌取りの赤点教官が。大事な生徒のため、何を言われようとそれがし、この場を動き気にはならん。だからもっと強い口調でお願いするでござる。肘も泣かずば打たれ前に。はっ！参る！トゥ！おっ！この程度、恐れるに足らず。油断は大敵、万全を期すとするか。メイドの鼻向け受け取るがいい。うまくいったな。敵に勝ちていよいよ今死ぬ。これで追試は終わりか。みんな大事ないか。いや、俺らより人選大丈夫っすか。いやマジ助かったっす。いやマジイケメンっす。つが人選怪我してるっすよ。この傷は生徒のために受けたもの。まして、イザベラ殿の追試で受けた傷など、むしろご褒美でござるよ。俺ら人選のことあんだけディスってたのによ。まさか怪我してまで俺らのこと助けてくれるとか。この線香、本物の男じゃん。キュン。
どうしたの？いえ、なんだか不思議な気分です。こう騒がしく楽しい気分はこれまで村のお祭りでしか味わったことがありませんでしたから。不思議ってとは、スーテラちゃん、グラサイの七不思議に触れちゃう的な？にゃにゃ不思議って何にゃ？あれよ、ラムチョが酔うと数増えるとか。はい、最初の不思議いただきました。まだまだ出てくる的な？あとこの気空弾、なんか王族多くない？それな。第二の不思議いただきました。高貴な人多すぎ問題はマジ深刻っすわ。確かに、この段に関わりのある方を挙げるだけでもかなりの数に。王女様に王子様に、あとは王子様の騎士、あと姫的な身分の方とか。つか白竜騎士団とかもだべ。偉い人軒並み来てっけど、国はどうした、国はって話だべ。ちゃけば俺らパンピーだし、身分違いすぎて同じ空気吸ってていいのかも疑問的な。言われてみればこの気空団には不思議なことがたくさんありますね。そういえば、B 殿は何なんでしょうか？それな。だいぶアンタッチャブルなとこついてるわ、それ。七不思議会議でもわりかしよく議題に上るんすよ。ちゃけばあの人、人？段最強のモテポじゃないすか。だから B さんの正体、俺らも何度か掴もうとしたんだけど、未だ不明。実際わかんないよね。トカゲなのかドラゴンなのか。本人はドラゴン言うけども。それな、結局それが結論来ちゃうんすよ。七不思議って言うと七つあるの？他にどんなのがあるわけ？どうしたにゃ？急に黙ると怖いにゃ。いや、あるんすよ、とっておきっつうか、わりかし深刻なのが。ビーラちゃんの生き量問題。生き量？さっきも微妙に触れたんすけど、例えばっすよ、ビーラちゃん、最近キャタリナさんと距離空いてね。わかるわ。もしかしてビーラちゃん、俺にキャタリナさん譲っ。おお、来たわ。え、何？全然わかんないんだけど。たまにビーラちゃんの話してっと、ビーラちゃんの視線感じるっすよ。それな、マジモンの殺意こもったあれ的な。恨みや恋など人の強い思念は時に体を離れて思いの向く先に行くと言いますが、それそれそれ、それが生き量。もしかするとあれかもしれないっすね。
そんだけ強い思いが向けられるってことは、ビーラちゃん俺のことはすっ。おー、ビーは寒くなってきた。アイニャンたち、そこまでビーラちゃんに恨まれるって何したにゃ。まあ心当たりはわりかしあるんすけど、あれは確かバレンタインだったかの時。まだだ、まだ行けっから。男の意地見せっから。あといくつよ。23個。キャタリナさんの手作りチョコ完食いくぜ。おい、ウィッシャー。俺らキャタリナさんからもらったチョコの完食目指して食ってたんですけど。キャタリナさんのチョコなんかいける。マジだ、なんかいける。ちょ、ベーはこれうめえじゃん。なんかある瞬間を境になんともなくなったことがあったんですよ。でキャタリナさんのチョコうめえうめえとむさぼってたら、そこにビーラちゃん通りがかって。そんな、まさかお姉様がお料理を。いや、マジ来てますよ。ビーラちゃんもどうすか。ベーはこれマジベーは。カタリナお姉様が初めて成功させたお料理をなぜ、なぜあなたたちだけで食べているんです。私にもおよこしなさい。でビーラちゃん言うから一個あげたんすけど。はっ。口に入れた瞬間にクッって何とも言えない声出して固まっちゃったんすよね。俺らがキャタリナさんのチョコ食いすぎてハイになってたのが敗因だと思うんすけど。なんかあれな、ビーラちゃんリアクションの取り方一つですっげー葛藤してたな。後になって声かけても話聞いてくんなかったっちゃな。多分あの件未だにおこなんだと思うわ。あとあれ、こないだ野菜で一悶着あったんすよ。ちょ、それ俺初耳だわ。夜中に小腹がペコしたからおやつ作っかと思ってグラサイキッチン行った時な、うん、お、ビーラちゃん野菜とにらめっこすか。あなたここで何を。いや、なんかおやつ作る作業的な。もしビーラちゃんも小腹がペコならついでに作っちゃいます。いえ、私は結構です。私はお姉様のためにお夜食を作ろうと思って。ああ、キャタリナさん、最近ちょっとヤバタン続きでお疲れっすからね。なんなら、フォーレンソウ持ってあげるといいっすよ。この葉っぱ、疲れに効くんで。お
姉さまはそのお野菜があまりお好きではないようですが。いや、それが細かく刻んでマヨあえとかちょっと絡みつけてあげるといけるっぽいんすよ。あなた、お姉さまにこれをお出ししたのですか？いや、やっぱ苦手メニューとか減った方がシーメー食ってて楽しいじゃないですか。で、キャタリナさんの好みと葉っぱの癖から計算して作ってみたんすよ、克服メニュー。したらキャタリナさん意外といけるって喜んでくれて、だからきっと今なら大丈夫っすよ。そうですか。いやー、俺も伊達にグラサイキッチン任されてないっすね。団員の味覚にマジパーフェクトな理解を示す俺、さすがだな的な。あなたがお姉さまの好みをマジパーペキに理解？それは面白い冗談ですね。ちょ、いや、確かにビーラちゃんの前でキャタリナさんのこと分かってる発言は空気読めてなかったわ。で、俺これ完璧に刺されたわーってマジ死を覚悟した的な場面になったわけよ。と思ったら、アドバイスありがとうございます。このお野菜少し混ぜてみますね。あ、ちょ待て、ローワイン、おめえの言ってることピクチリ理解不能的な。ドゥーカン。悪い、ちゃけば俺も頭こんがらマッチョだわ。まとめると、ザベッタビーラちゃんに刺されたと思ったら実は刺されてなくて、その後一緒におやつ作ったって次第。それからっすかね、ビーラちゃんの。視線感じるっつうか、どこにいても殺意感じるっつうか。何言ってるのかわからないけど、ローアイ君がビーラちゃんの逆鱗に触れたことはわかった。それな、なんでこんなことになってんのかと思ったら、元凶てめえかこら。俺もまさか生き量つくほどビーラちゃんが激ヤコフニュングインフェルノしてると思ってねえし。でもまあ、なんかこう俺らが気にしすぎ的なところはあると思うんすよ。それこそ毎日妄想しすぎて妄想が実体を持ってしまった的な。ちょま、何よ今の。なんかすっげえ呼ばれてる気がしたんだけど。外？
何が起きてんのよ的な。魔物でしょうか。私見てまいります。私も行く。せっかくの懇親会に水刺されて黙ってられるもんですか。うん、嫌な予感がするにゃ。つか、なんかあの魔物、ビーラちゃん混ざってね。べえけど、どうしちまったんよ、ビーラちゃん。なんか悪いもんでも食った？あ、悪いものというか、町の建物を食らっています。ちょっと、ビーラちゃん！何してるの？あれはおそらく、ビーラ殿ではありません。知ってんのか、スーテラちゃん。森人の間に伝わる書物で読んだことが、古のからくりは人の想念を砕いてやがて形を成すと。古のからくりってお前、それまさかあれか、キャタピラさん事件の。きっとあれはヴィーラ殿の体を離れた思念が古代の機械に取り込まれたもの。あれはチャラ男を殺すためだけに生まれた機械、最終チャラ男虐殺機関メカサイコビーラです。もしかして古代の機械に触った時になんかあれしてビーラちゃんにも影響出ちまった的なやつか。そういうノリかよ。ベーナ、この状況。チャラ男って俺らのこと？どんだけビーラちゃんに嫌われてんのよ俺ら。うん、私にはむしろ悲しんでるように見えるにゃ。じゃあそこを詳しく。だってアイニャを憎む気持ちはカタリンを好きな気持ちの裏返しにゃ。カタリンを好きならそれだけ感じていたいにゃ。そこに誰かを憎む気持ちなんて混じってほしくないにゃ。間違いねえわ。そりゃ俺らに向けた憎悪的なやつを体から追い出したくもなるっつうか。つまりあれはヴィーラ殿がカタリナ殿を思う気持ち、ヴィーラ殿の女子の力の暴走。姉様は力の扱いを間違えればこうなるということを知っていて、私に女子の力をつけさせようとこの会を。ってことは何？もしかしてあれ倒せばビーラちゃんはちった気持ち楽になんの？しゃ、じゃやること決まったな。暴走した女子力は俺らの男気でなんとかしてやろうじゃないの。森人スーテラもお供いたします。私も行くわ。あれを放っておいてハッピーエンドも何もありゃしないって感じだし。私も恋に苦しむビーラニャンを放っておくことはできないにゃ。しゃ、行くぜダチコ。オッケー。俺たちが忘れさせてやるぜ、俺たちのこと。
頭に伝えろ。今すぐ降伏しろと。アマルティアの町ごと食ってめっちゃでかくなってるし、こりゃサイズ感的に勝ち目ねえぞ。ラムチョ運んで逃げるべ。成長してんぞ、あれ。おいおい、ちょっと巨大すぎんだろ。なんだありゃ、城かよ。トリマグラサ行くべ。この島もダメだわ、逃げんぞ。あの、サイコビーラがローアイン殿たちに狙いを。ネスカ、大丈夫。でもなんでサイコビーラが止まったの？こりゃまさか、ユグユグ、なんでここに。まさか俺に会いにルーマシーからはるばる来たのかよ。何する気を、ゆぐゆぐ。それ危ねえから離れろし。
エル、セム、幸せに。何する気だ、ユグユグ。やめろ、やめろ。何もできねえんだよ。今行くからな。逃げろって。でも俺。行ってどうすんだバカ。時間的にどうしようもねえべ。いやねえべ。あの状態のユグユグほっといて逃げるとかねえべ。ダメだろ。何かあったらユグユグの気持ち無駄になっちまうべ。逃げるしかねえんだよ。ちょ待てよ、グラサイ止めてんのそっちじゃねえ。エルッチ来たの、こっちで合ってる？あれだわ、ほんのり新しい整髪料の香りするから間違いねえべ。くそ、何しでかす気だよエルッチ。待て、なんだこの揺れ。なんか奥の方で目覚めてっぞ。
い、ゆぐゆぐ、今度は俺らが助ける番的な。べえわこれ、鋼鉄の巨人に乗っちゃうとか、マジ男の子の夢あふれまくりだわ。わりかし見た目変わってっけど、これやっとでかくなれたわ。古代の技術あるべ、あれで俺を改造したってわけよ。マジかっこいいべ。だってさ、ゆぐゆぐ、ナオンに守られて俺だけ逃げるとか最高にダッセーし、でもこっからさ挽回させてもらっちゃうぜ。おい、来い、そうだ、倍率上げてくぞ、行くぜ。おい、ビーラちゃんの使命マジ強え。やっさ、直撃もらっちまった。やっべえ、左腕と左足動かねえ。くそ、早く立ち上がんねえと。頼むローワイン、トモちゃん、あげてくれ。OK、 あっそれ、あっそれ、あっそれ、それそれそれ、ガチめの体に男の魂、ギガントボディで決めちゃって、惚れたナオンのスマイル守れや、でもってねえで立ち上がら、わっしょい、エルチエルチエルエルフワフワ、エルチエルエルフワ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 、左腕のバイブスがまだエモいんだけど、さすがに片腕じゃ剣振れねえ。こうなりゃごめん、ゆぐゆぐ、俺に力を貸してくれ。やっぱ俺一人じゃダメ的な、隣にゆぐゆぐいなきゃでけえ壁越えらんねえわ。行くぜゆぐゆぐ、これが俺たちの初めての共同作業だ。
女子の力と男気の持つ力、これほどとは。姉様に一歩でも近づくため、いえ、何より私自身のために、これからも女子の力の修行に励まねば。え？俺が元の体に戻れるかって？無理くね？知らねえけど。まあそんな顔をすんなし。だってさ、俺たちもうサイズ感一緒じゃん。疲れた。ねえお兄さん、なんか目の覚める飲み物ちょうだい。はい、少々お待ちを。今日のあれはどうなったかねって。なあ、寝てんじゃん。ちょっとスーテラ、風邪ひくよ。徹夜で喋ってたの？よくやるね。いつの間にか眠ってしまっていたようです。で、どうだった？楽しかった？懇親会。はい、今まで体験したことのないことばかりで、いい刺激になりました。そっか。で、女子力の方はちゃんと上がった？正直に言って、まだ私には女子の力というものがよくわかりません。でも成長はできたと思います。へえ、珍しい。あんたがはっきりそう言うなんてさ。あまりにもたくさんのことが学べたので。姉様。何？ありがとうございました。いいのいいの。じゃあ次は彼氏作るか。そうですね。真面目で誠実で罵倒されることに喜びを見出さない方が見つかればですかね。何それ、ちょっと詳しく聞かせなさい。